はい、皆さんこんにちは。サッカーコーチの北村です。今回も、選手の紹介をしていきます。今回は、GK 編、ゴールキーパー編ということで、歴代のスーパーゴールキーパーを紹介していきます。はい、まあ、ゴールキーパーは、まあね、まあ、ポジションがチームに一つしかないので、ちょっと、紹介できる選手の数は少なくなってしまいますが、まあね、もうすごいゴールキーパーばっかりね、ちょっと選んだんで、ぜひ、確認してほしいと思います。はい、今回もじゃあゴールキーパーにどんなプレー、どんな能力、どんな資質が必要なのかっていうのを、お話ししていきたいと思います。はい、じゃあゴールキーパーに大切な能力なんでしょうか、皆さん。はい、はい、まあ、ゴールキーパーに必要な能力、まあ、一つ目は、もう絶対必要なことはやっぱゴールを守れる力。まあ、何かっていうと、やっぱシュート打たれた時に止める、シュートストップ、セービングができる力。ね、ゴールはやっぱ結構あんなに広いけど、まあ、どこに打たれても飛んでいったりとか、まあ、下に滑って、止められる。シュートストップの力が、絶対に必要です。まあ、じゃあ二つ目は、やっぱディフェンスの裏に、ロングボールが来た時に出ていって、まあ、クリアしたりとか、パス繋いで自分たちのボールにしたりとか、まあ、そういう守備範囲の広さ、前にも出ていける、守備範囲の広さ、これがね、二つ目必要な能力かなと思います。まあ、特に、まあ、ドイツのキーパー、まあ、テアシュテーゲンだったりとか、ノイアーだったりとか、この辺はもう本当に前にもどんどん出ていけるし、まあ、シュートストップももちろんすごいしっていうね、そう、この二人は本当に結構いいキーパーだなと思っています。守備のところでも、もう一つ大事なのはやっぱハイボール、クロスだったりとかロングボールに対してこう出ていって、上でハイボールをジャンプして空中で高い位置でキャッチできる、まあ、この能力もすごい大切かなと思います。まあ、ハイボールに関して言うと、まあ、ファンデルサールとか、まだやっぱこれもやっぱあれですね、ドイツのキーパーはやっぱすごいいいイメージがあります。はい、まあ、だからこの3つを、ゴールキーパーをやってる人はぜひチェックして確認して、あ、こういうここぐらいまで出てけばいいのかとか、このボールは止めた方がいいんだとか、まあ、そういうところも確認しながらぜひ、自分のものにしていってもらえればなと思います。はい、では今回の動画はこの辺で終わりにします。バイバーイ。